皆さん、おはようございます。参議院議員の武田良介です。本日から参議院選挙が始まりました。愛知選挙区は須山初美とどうか書いてください。愛知選挙区は日本共産党須山初美と書いてほしい、皆さんのご支援の輪を、あと一回り、二回り広げていただいて。 今度こそ愛知から日本共産党の議席須山初見どうか国会に送ってくださいよろしくお願いいたします政党を選んでいただく比例代表選挙日本共産党とどうか皆さん書いてください比例は日本共産党ご支援のは広げていただいて私も2期目の国会に必ず駆け上がりたいと思います昨年の総選挙は 私たち日本共産党、悔しい思いもありました。あの総選挙から、もう一回り、二回り、ご支援の場広げていただいてこそ、全体50の比例の議席のうち、5人の議席を何としても勝ち取ることができる、どうか皆さん、比例は日本共産党、ご支援の場広げてください。よろししししくお願いをいをたたまます私国会議員6年間やってきましたそしてきそ 参議院選挙直前の今、党首討論なども繰り返し行われています、やっぱり今度の選挙は、暮らしを守ることが問われるし、戦争か平和かが問われる選挙だと思います。しかし、この点で岸田政権は、これまでの安倍政権、菅政権と何ら変わらない自民党・公明党政権、同じ姿を現していると。 いうふうに思うんです戦争の問題どうですか敵基地攻撃能力だ日米同盟の強化が基軸だそして核兵器の共有なんていうことを言い出す政党もありますこんなことを絶対に許してはいけないと思います暮らしの問題どうでしょうかアベノミクスは成果上げたって言うんです異次元の金融緩和が必要だって言うんですこれでは物価高騰が続いていく私たちの暮らしが 押しつぶされてしまうのではないでしょうかこの政治を根本から改めていくそれが今度の参議院選挙だと思います私たち日本共産党は今年党を作ってちょうど100年戦争反対を訴え抜いてきた政党として国民が主人公の政治を作るために頑張り抜いてきた政党として国民の皆さんと一緒に力を合わせて全力で戦い抜きたいと思いますので どうか愛知選挙区須山初見比例は日本共産党お書きいただきたいと思いますよろしくお願いをいたします平和の問題ですけれども私やっぱり軍備拡大では平和は築けないというふうに思いますだって周りの国が日本を攻めるそれを防ごうっていうわけでしょう日本に攻撃したらもっと大変なことになりますよって 脅しつけてるわけでしょう、周りの国ももっと軍備拡張するじゃないですか、核兵器を持ちましょうっていう話になってるじゃないですか、こんな社会に、未来を任せる、社会にするわけにはいきません、私たちの未来を託すわけには絶対にいかないと思うんです、私は何度も言ってきました、日本政府がやるべきことは軍備拡張じゃない、憲法9条を生かした平和外交じゃないでしょうか。 そのために一番必要なのは、核兵器禁止条約にサインすることですよ。今、皆さんからもお話ありました、核兵器禁止条約の締約国会議、これ、私も報道見ましたけれども、議長になったクレメントさんあ、失礼しました、クメントさんという方、こうおっしゃってるんですね、世界中で軍拡競争の激化、それから核による威嚇、これが広がっていることを懸念して、 核兵器禁止条約はますます重要になっていると、この若い条約をもっともっと強化していこうということを呼びかけている、その通りだと思うんですよ、だからこそ日本政府が核兵器禁止条約にサインすることが必要なんじゃないでしょうか、しかし、国会でこれ何度聞いても岸田総理は、核兵器禁止条約に核保有国が入ってないから、非現実的だっていうわけです。 私絶対違うと思います日本は唯一の戦争被爆国ですから、世界に先駆けて戦争しないと誓った憲法9条を持ってる国ですから、その日本が核兵器禁止条約にサインをして、国際社会で核も戦争もない社会を作りましょう、これが最も説得力を持つ訴えになるんじゃないでしょうか。日本政府にしかできないんです。日本政府にしか果たせないこのの外交の役割 しっかりと果たさなければいけないというふうに思います。政治家の仕事は、戦争することじゃありません。外交によって戦争を起こさせない、その外交努力こそせよそれをやらない岸田政権は政治家の資格なし、この政治を変えようではありませんか。軍備拡張したら、軍事費が膨れ上がり、私たちの暮らしが押しつぶされる、今の物価高騰、金融 問題円安の問題、これ解決しなければいけません、私たち最も効果的なのは消費税の5%減税だと訴えてきました、まあ、これいろんな各党が言うようになってますね、そうです、野党でも共同して消費税の減税法案出しましたから、これは今の物価上昇に対して、次元的に必要だっていう共同の提案なんです。私たち日本共産党は これ一緒に出すとともに、日本共産党独自にも、消費税の5%への緊急減税を法案として出しました。これは、今の私たちの暮らしの苦しさの根底には何があるのか、消費税を増税してきて、私たちの暮らし、地域経済を疲弊させてきた、あるいは、雇用は不安定雇用がどんどん増えて賃金が上がらない、年金は削減。 教育費の負担が重くなる、社会保障が削減される、私たちの暮らし、命に関わる分野まで、弱肉強食の新自由主義が入り込んできた、この政治を根本から変えなければいけないと考えているからこそ、消費税の5%への減税を恒久的なものにと訴えて、法案を出しました。皆さん、今度のの選挙で、弱肉強食の新自由主義を改める、 その願願いいいいいいをどうか日本共産党におお寄せたたただきたいと思いまます。す。よろしくお願いをいたしく私たち日本共産党は何でも企業の利益優先この政治を根本から改めようと訴えて活動してまいりましただからこそ消費税を減税して取るべきはアベノミクスで儲けを上げてきた大企業から法人税や あるいは所得税の最高税率引き上げて富裕層の皆さんに儲けに応じて税金を納めていただくこれが当たり前の税金の集め方なのではないでしょうかこのことを正面から訴えて今度の参議院選挙戦っていきたいというふうに思います皆さん今度の選挙は私たちの暮らしのかかった選挙日本とそして世界の平和のかかった選挙絶対に負けるわけには 行きません日本共産党を大きく伸ばしていただいてご一緒に未来を切り開きましょう政治を変えるために市民と野党の共闘をぶれずに訴え抜いてきた日本共産党どうか皆さんの大きなご支援をお寄せいただけますように心からお願いを申し上げます愛知選挙区は須山初見須山初見と書いて日本共産党の議席愛知から国会に押し上げてくださいよろしくお願いいたします 比例は日本共産党とお書きください最後に重ねてお願いを申し上げ私からの訴えとさせていただきたいと思いますありがとうございました